はいどうもおはようございます。ご無沙汰してますワッフルですけどね。今日はね、えー、っと、いよいよ本日出発のね、えー、九州一周無線ツーリングツアーのですね、ちょっとルートの紹介、ご説明させてくださいということでよろしくお願いしますと。でね、まあ、今日の夕方なんですけどね、今、まあ、京都出ましてね、 であの名門太陽フェリーっていうのを乗りますね。乗りはここね。大阪南港ですね。ここ。ここね、えー、っと19時50分発ですね。だからまあ18時ぐらいに着いて、夕方6時ですね。えー、まあ繁忙期にかかると思うんで、えー、ま,あまあ90分前にはね、着いておいたいいかな。普通60分前なんですけど、でここからムーッと行きましてですね、新文字港着きますね。新文字港、ここね。新文字港。はい。 でねちょっとね天気が悪いんですよ。天気予報見ておこうかな。熊本の天気なんですけど、えー、明日晴れてるんですよ。ね、でさって、しあさってと、ね、100%、70%と雨で、しかも月曜日がね32ミリの降水量と、これ結構ひどいんですよね。これどうなってるかっていうと、えー、朝から降りますと。で昼間は激降りですと。で夜も降ってますと。で次の日も まあでも昼に、もうこの辺1ミリだからほぼやんでるということは、このね、29日月曜日はね、多分動けないんですよ。ここに何もできないと。いうことで、ここを2泊にしてありますと。逆に言うと、フェリーの着くね、このね、4月28日新文字、ここがもう大チャンスなわけですよ。なんでどうするかというとですね、はい、新文字こ着いたらですね、まあ、平尾台カルスト、ここね、ちょっと経由して、 え速やかに、えー、っとまず、UFO までぶっ込もうかなと。だから平尾台から、でまあ、時間なかったらこれ高速ぶちかましてですね、高速をぶちかまして、まあ、この辺ですね、えー、っとこの辺に、ね、展望台とかあるんで、ここねさぎり台、さぎり台。 この辺狙っていこう。で、あの、岡本や売店でね、プリンとか食いたいんだけど、多分めちゃめちゃ並んでるんで、これもちょっと前行ったからスルーして、だからこの辺っすね。うん。うん、だからここずっと行ったこれ、県道11号ってやつですね。だから、高速ぶっ飛ばして、ここ、別府インターだったかな別府インターですね。こっからこう降りて、ここぶちかまして、で、 かも、ゆふ布けまで行く。いや、でもな、こっちの方が楽しそうだな。別府まで行きますかね。で、このさぎり台、それから、えー、道の駅ゆふいい、ね、由布院にね、ここを多分ね、こっち行ったらいいのかな。216人乗るのかな。それもこっち行った方がいいのかな。そうですね。で、えー、っと、ここでこの、えー、水分け峠。 この交差点をね、こっち行くとあのナイスな道が始まると。でこれが、えーと、いわゆる山並みハイウェイですね。ここね、ずーっとね、これこれこれ。あと、ここのぐねぐねはまあ楽しそうなんですけど、なかこれはね、しんどいらしいんで、こっち210回れというね、情報を得ましたと。で、これ、ヘビ越し展望台ですかね。ね。こうまあ行ってもいいでしょう。まあ、展望台好きなんでね。ね でここのこの山並ハイウェイですかね、これあ山並ハイウェイ、書いてあるんですね、これずっと行きますと、ここ多分ゴルフ場ですね。で、朝日大展望台ね、ここね、ここも行きましょうと。で、この辺から麻生、阿蘇間が出るわけですね。で、これがね、ちょっとよく分かってないんですよね、ここね、あの長者丸看板って、有名なね、麻、え、生、ー、山を背景に、この長者丸っていうね、看板が出てますよっていうところがあるらしいんですよね。 ここ行きましょうと。ね。こんな感じかな。はい。かっこいい写真ですね、これもね。いや、ここね、写真撮るのに、ね、整列するらしいんでね。<laughs> 順番に撮りましょう。だから、ここ、ちょっと時間持っておかないとダメですね。で、その後、この山並ファイウェイをガンガン走りまして、で、多分ここ有名なヘアピンです。これが多分有名なヘアピンだと思うんですよね、ここね。ここね。はい。で、えー、と、山並ファイウェイ展望台も行きますと。 良さそうです、ね、ほんで、えー、こっからどう行くかなんですけど、まあね、時間あったらね、ぐるぐる回るんですけどね、まあ、時間ない場合は、山並みハイウェイを直進して、でここ、どんつきですね、どんつきというか、これ、まっすぐこう行って、ここの分岐を右ですね、45、で、これがミルクロードらしいんですよ、ミルクロードね、ミルクロードって、まあ、これもいい道だと聞いておりますと。 で、大観望ですね。大観望行きます。ここはね、何回も行ったことあるんですけど、まあ、なかなかいいとこですけど、まあ、人多いんでね。ただ、バイクはまあ、止められるかな。車だと結構ね、難儀しましたけどね。で、ミルクロードずっと行って、ずっと行って、で、ずっと行ったらダメなのかな。アソスカイライン展望所とかもあるな。で、こっち行くのかな、えー、草千里どこだったかな。あれ、草千里どこだった でとりあえずねあの今回ねあのその雨のためにね旅館2泊に変えましたここねなんかあのバイクを止めるための根付き駐輪場を用意してくれてるらしくてここをね取りましたねはいなんかねあのトイレなしのね和室10畳とか言ってましたねまあのびのび暮らせるかなとでこれでちょっとあの多分雨の日はもうここでおとなしくしてるかまあバスで、まあ、内巻まで行って あ行ってで、電車乗って熊本まで出るかもしれないですけど、まあでもバタバタしなくていいですよね。でね、この辺にも行きたいところは容器あってですね。まあ、なだからまずここ通過して、で、えっ、ー、と、これどっちで通過するのかなこっちかな、これ外輪山ですよね。まあとりあえずね、草千里はね、通過はします。ね、ここは行きたい。ね、草千里ね、もう有名なところね。でしょ。 草千里展望所、ここは行きたいですね。ここ確か駐車場になるとこですよね。駐車場のとここっちだっけあ、ここですね。駐車場があるとこね。ここね、うん。で、草千里で馬見て、でね、中岳が昨日ね、あの警報解除になったんで、昨日から登れるんですよ。で、中岳の。 えー、まああの過去を見るとね見れたらいいなとであここまでいけるのかそうですね避難休憩所、まあ、多分ここまでいきますねであとはここ戻って南阿蘇パノラマラインですねでここも良さそうですとでさらにこれを白川水源まで行くとここもいいとこらしいですよね白川水源ねでここまでいって たら外輪山を回るかどっち回った方がいいんですかねこっち回っても325から行ってもいいんだけどあれケニーロードどこだっけケニーロードどこだっけだから白川水源まで行った後にこのグリーンロード南アスー行かないとダメなんですねだここ抜けてこういっんここからこう戻って でここからケニーロードでここですねでケニーロード看板っていうのはどこかあったはずでこれだケニーロード看板ここまで行きましょうねでこの写真はまあ撮って納得したらまあ敷きまでは行かなくてでこれ戻るかこれ戻りますかでその言った旅館ここだとで最初にこれホテルあず熊本大津店撮ってたんですけどまああの ここ2泊しようかなと思ったんですけど、まあ、こっちに泊まっといてもね、あとはあのバイクがまあ屋根下に置けるっていうのも魅力やったのと、まあ、ここもバイカーが集ってるらしいんで、ちょっと面白そうだなと思ったんでね。なんで、ここでコンビニとかないんですよ。周りに。だいたい1キロぐらい離れてるんで、まあ、ちょっとそれは不便かもしれないんですけど、まあね、まあ、バイクで行けばね、あの、クソ雨の中、バイクで行けばいい。<laughs> なんもないっぽいんですよね、こうね。 まあ、あのご飯どころはあるみたいですよ。でもライダーハウスがこの辺にあって、でもでも飯屋さんとかね、食堂とかね。大体いい500メーター圏内なんでね。うん。あまあ、温泉も魅力ですね。ねで、えっ、ー、と、日曜日がここら辺ですねで。月曜日は雨で停滞の可能性ということですね。で、えっ、ー、と、 次の日ね、火曜日ね、火曜日どうするかっていうと、で、次の日は雨がね、こうね月曜日ね、火曜日ね、火曜日は雨がまあ小雨だとするんならば、です朝早く出てですね、熊本フェリー乗りましょうね、オーシャンアロー桟橋。で、熊本フェリーが、熊本発がまあ9時25分乗れるかなと。ね、7時に出ればまあ9時25分乗れるでしょうと。で、出港20分前に来いだから9時前に行けばいいんで、 えーそんな感じでね、ここからフェリー乗ったら島原つけるんですよ、島原。ね、島原港。で、多分雨大丈夫なんで、えー、雨見ましょうかね。それで昼 OK ですね、昼 OK、昼ケ、OK、ーで、まあ夜降っても2ミリなんで、行けると信じましょうと。で、島原渡って、雲仙グリーンロード行くか、まあグリーンロードだな、こっち回って、 でまあ、ちょっと山の上はやめときましょうかとね、まあ、こっちもねいいと思うんですよね、うん、なんか温泉卵を売ってるらしいんですけどここをね山の上通るか、えー、海側回るかちょっと考えてますで諫早1回抜けますであの憧れのね長崎は今日も雨だった長崎ねここ入りますよ長崎ねで長崎はやっぱり平和公園ね行っときたいですよね あと平和記念館ね、これ平和を祈りたいですね。この間ね、あのハードオフで広島ツアーしたときにねあの、広島のね、平和記念館も行きましてね、大変あの勉強になりましたしね、まあなんかあの非常にねあの、神聖な気持ちになったということでね。ほんで、まあオラ,ンオランダ坂グラバー園といってね、でなんかね、あのバイクは駐輪場で止めて、これ電車ね、路面電車で動いたらいいですよって話を聞いたんで、ここがね、 えとバイクの駐輪場があるところらしいんですよね。な市民会館だったかな。はい。で、オランダ坂っていうところは上がるらしいと。ね。まあ、何がどうかわかんないですけど、まあ、とりあえずグラバーへ行けばいいのかな。そう。で、ここは電車で行けて、で、なんかエスカレーターで上がれるという話を聞いてますんで、おそらくこれがまあ、有名どころかな。で、まあ長、長崎ね、全然ノーインフォメーションなんで、また教えてくださいと。 で長崎を、まあ、ある程度堪能して、でね、えっ、ー、と、次ね、あの天草泊まるんですよ。で、天草はね、えー、いいとこないかなと思ったんですけど、確かね、こっからフェリ,フェリッチが船あるんですけど、これね、クルージングね。だから、これバイク乗らないみたいなんで、えー、もう一回島原まで抜けます。はい。こっち走ろうかなと。ね、こっち走って、 でここにね、なんかね、鳴滝神社とかあるんですよね。これもちょっと魅力あるなと。ね。まあ、寄れるかどうかわかんないですけどね。で、まあ、海沿い行くか、この山の中を走るか、ちょっとまだ考えてますけど、まあ、どっちですかね。で、島鉄のフェリーがあるんですよ、これね。フェリーね。で、これで、 えー、これもいいな、この最近ね、僕ね、歴史民族資料館とかね、その好きなんですよね。で、島鉄で鬼池って書いてあるんですね。ここへ渡れるらしいんですよね。で、えー、っと島鉄フェリーも、なんで、これの、まあ、16時ぐらい乗りたいですね、12便。16時目指してますと。ね。で、予約はできないみたいですね。 中わけで島鉄で渡って、でね、この天草のここね、ここサンタカミングホテルだったかな、えー、あ違う、これ浜田公園、これは無線運用地ですね。そう,そうそう、こっちだ、ここだ、サンタカミングホテルっていうホテルに泊まって、で、無線運用をここの横の公園、これね、浜田公園、ここはなんかあの、普通の自動公園みたいなで、ここに安泰を建てやろうかなと思いますということで、火曜日が終わりと。火曜日終わりですね。 えー、フェリー出発、フェリー到着、阿、え、蘇、ー、で、えー、雨を耐える、でえー、長崎へは天草とで、5月1日なんですけど、こちらもですね、天気がですね、まああの、朝までに雨止んでくれるということで、5月1日水曜日です、ね、はどう行くかと言いますと、天草出発して、これ、地続きじゃないんですよね、<laughs> はい、おなじみのね、えー、ここは天頂フェリー、ね、天頂フェリーで行こうかなと。 はい、まあこれ普通に走ればいいのかなこっちねあでもこの神がけの滝とかちょっと魅力あるな一応これマップに入れとこうはいでまああのまあこっち通ろうかなこっち通って天頂フェリーあここか天頂フェリーここですねあでもこの天草コレジオ館とこ魅力ありますねここね、うん、これどんなとこなんかなああいいねいいんだけどね まあ寄り道できるかなこの人はね、結構ロングなんですよ。だからね、まっすぐ行きましょう。まっすぐ最短で行って、で獅子島経由で、天朝フェリーの、この、えっと、あれですね、えー、諸浦島、ここに入ると。ねで天朝フェリーも見とくと、10時15分かな、80分ちょっと乗れたら乗りますけど、でこれ乗ると11時10分に諸浦まで行けるんで、まあ1時間ですね。はい。で この諸浦港まで来たら、あとひたすら走りますね。ひたすら走ります、ね。で、なんかね、ここね、こっち側がいいっぽいんで、一回こう抜けて、あ、さっき言ってたねグラスボットってこれですね。ここね、ここはなんかバイクは乗れないらしいんで、三、え、つ、ー、の駅長島を経由して、で、この黒のセットを走るこの辺ね、あと三つの駅もあるんで、この辺経由しながら、あとドライブに使用されていい感じのね、いい感じのところあるらしいと。 あ,あ、いい感じですね,ね。あとなんか食い物とかね、全然今回考えてないんですけど。でね、こっからなんですよね。ちょっと待ってね。渡るでしょほんなこれまた本土で。ここ出水で,で、この仙台ね。薩摩仙台ね。で、これはまあひたすら海沿い走ればいいのかなと思いながらですね。これ鹿児島なんですよ。まあ鹿児島行きゃいいじゃんとみんな思うんですけど。 えー、僕ね、チランに行きたいんですよね、ここね、チラン特攻平和,記念あ特攻平和会館、ね、ここねあの、僕の大好きなね、キャンプ系 YouTuber の森キャンプ公平さんがね、行かれててね、非常にね、興味を持ちましてね、まあ、特攻とかね、戦争とかね、もうねあの、絶対ね、ないようにしないといけないんですけどね、その森キャンプ公平さんは、あの舞台で特攻隊員の役をされたということでね、えーまあ、それを、えーまあ、ちょっと。 関連けてて訪れてらっしゃいます大変僕もあの気になりまして。で、ホテルが <laughs>、<えー笑>ホテルがですね、えー、ここなんですよね。えーまあ、皆さんご存知のね、枕、えーね、崎ですね。やっぱりほら、あのね <laughs>、えー、本土ね、最南端の始発終着駅ってね、うんまあ、これ行きたいと。 であのね、この公衆トイレって書いたらなんでか、なんかって言うとね、ここにね、どうもね、無線運用ができそうなね、港の先っちょがあってね、ここまでバイクで移動して無線しようかなと思ってますということで、これで水曜日が終わりですね。そうですね、水曜日、5月1日が終わりますと。ねで、次が5月2日なんですけど、えー、っと、ちょっと待ってね、5月2日ね、えー、次は。 えー、あ人よしになってるな、ちょっと待って。で、枕崎が5月の2日に着くと、この日晴れなんですよ。ね、全然晴れでしょう。で、この日はもうバチバチに走ろうと思っていてで、枕崎を出まして、まず開門だけですね、これね。開門だけ三六公園とかありますけど。 この辺にね、展望台があったと思うんですよね。まあ、ここか。ここに展望台あるのか。うん。これどこだっけな展望台。買い物だけ展望台。まあ、なんか、展望台があるらしいと。まあ、これ調べながら来ますけど。どこだったかなこれかあ、なんか違うな。平映えって書いてある。あ、でもここも良さそうですね。バイクの写真あるな。ちょっと、ここも、えー、入れときましょう。なんでも Google マップですね。 はい、あとね、西大山の駅はね、行きたいなと思ってたんで、ここはね、JR 最南端なんですよね。枕、えー、崎よりも南にあるんですよね。はい。というわけで、えー、ここも寄りまして、あとね、指宿行きたいんですよね、これね。ああ、で、道の駅があって、伊予街道ですね。 で、ここら辺が指宿じゃないですか。で、どっかでね、あの、砂風呂入れないかなとちょっと思ってますけど、まあ、時間的にね、難しいかもしれないですよね。で、指宿、道の駅があって、で、やっと鹿児島ですわ。はい。やっと鹿児島ね。で、ここで何をするかというと、天文館無邪気に行って、かき氷を食べたいと。で、ここの、自転車と駐輪場にバイクをけるらしいっていう情報をね、得てますね。これね、これ行きましょう。 熱、ね、天文館ら無邪気に行くと。ねでこはまあ何が有名かというと、まあ、白マというかき氷がありますということですね。ででまあ、昼ぐらいに無邪気にたどり着いてで桜島に行きたいですねで。フェリーで行きたいわけですよね,ここねで。フェリーで行くとで。このフェリーは結構出てるわ。1時間に1分ぐらい出てるかな。うん で、えー、フェリーターミナルでまずは、えー、三ツの駅回って、おそらくこっち回りするのかな、うん。こっち回りでもいいんですけどね。こっちが街なのかな、うん。これどっち回りがいいんですかね。誰かコメントで教えてくださいね。うん、どっちがいいんだろうね。何かあったらね。オリジナル温泉が作れる海岸。あと溶岩展望所。うん 多分こっちだろうな、まあ、天気次第ですけどね。あそうそう。黒髪埋没鳥居見なきゃダメじゃん。これこれ。ってことは、こっちもあんないとダメか。そうっすね。こっちもありましょう。ね。埋没鳥居ね。これ火山灰に埋もれちゃったらしいですね。で、霧島も行きたいんだけど、これしょうがないから、えー、戻って、樽水ですね。樽水。はい。で、樽水行きまして、で、こっからね、渋し,しなんですよ。 ホテルがだからこれまあ、山ん中抜けたらまあ行けるわけですよ樽水からねこういう道があるとまあ行けるとねまあこっち回って国道225でもまあ行けるとね多分こっちの方がいいんでしょうねはいでこの潮風公園まだ公衆便所になってますけどまあ、ここが多分ねあの運用とかできそうだなというあたりをつけてますけど ここでね、サタミサちょっとみんな行きたくないですかって話ですよね。こっからこう行き休むところをこれ回るかどうかってね。サタミサってやっぱりほらあのね、日本、日本っていうか本土最南端ですが、ここね。ね、ここまで行けると、うん。で、これロマンなんですけどね。まあ営業時間書いてあるな。何時まで ?5 時までか。5時までにここ行けるかどうかって話です。まあこれちょっと無理かな。また別枠かな。 欲張っちゃダメなんで、まあ、今回無理しないってコンセプトですから、まあ、ここからここまでいって、まあ、5月のね、えー、2日か2日終わるということにしましょうか、ね、次渋しね渋しで渋しの5月3日はどうなっとるんじゃっていう話なんですけどこの日もうめちゃ晴れなんですよねこれもう激晴れでしょこれねでこれどうするかっていうことなんですけど、ね、私今渋しに泊まっていますとね で、行きたいとこあるんですよ。この、問い岬って知ってますかね問い岬ね。問い岬。これね、馬がいるんですね。こんな,んな感じ、こんな感じ。ここ一回行ったんですけど、めちゃくちゃ良くて、ここ行きたいと。行きましょう。ということでね。ここへまず行きます。これもうまっすぐ走るだけですね。渋ぶからね。どれぐらいあるのかなえー、っと、問い岬駐車場。あ、これ東大か。こっちか、駐車場。あまあ、展望所で。まあ、問い岬でいいや。で、ルートで、 えー、ホテル3話としぶし、はい、ここね、距離は、あ、1時間で行きますね。うん、1時間で行きますね。大丈夫、大丈夫。で、その後に、この日ね、移動日。2日は移動日なんですよね。基本的に移動日なんで、あと、道の駅フェニックスはね、バイク乗りが集まるって聞きましたんでね、これはあの、ぜひ行きますと。で、この辺、あ、だからこの日はスケジュール余裕あるな。 余裕はないのか実はね、この日どこまで行くかっていうとね、僕はあの頭が良すぎるんで、延岡まで行くんですよ。<laughs> えっと思うよね。ちょっと待って、延岡、どれくらいかかるのこれ。延岡まで行って、これで200キロですよ。まあ、これでやめとこう。ね。まっすぐ行きましょう。あ、あとね、えー、っと、ここだ。ここなんか有料道路があるんだよね。これは一つ場有料道路。ここには行きましょう。よし。2 5 0キロ。まあ、これ走るだけですね。まあまあ、こんな楽勝でしょうと。 で、延岡で、ここで、これホテルの駐車場でね、運用できそうなんで、まあ、ここでやるかなーって感じですね。はい。で、最終日ですわ。最終日ね、また阿蘇の天気見ますけどね。はい。5月の、えー、4日っすね。5月の4日は、まあ、晴れなんですよ。阿蘇がね。ってことは、どうするかっつうと、はい。ここね、ホテル、ここでしたと。延岡から、えー 高千穂行きます。高千穂。あれ高千穂マップしてないな。この辺回りますと。ね、あと、こっちもですね。こっちも行けるかどうか。まあ、高千穂ちょっとまだよく分かってないんで、これまたね、あの雨の日に調べておきますけどね。ここにヶ丘展望台とかもありますね。はい、で、まあ、何しか多分325を走ってれば、またあの阿蘇来れるわけです。これ阿蘇ねで。阿蘇のこの辺の走ってないとか、もう一回、徳、え、栖、ー、�草千里行きたいとかね。 パノラマネまあこれ走り納めですわね。はい。で、えー、また大観を通って、で、えー、っと、あ、長者バル抜けて、で、もう一回ユフ布院戻って、で、別府からフィニッシュなんですよ。別府でフィニッシュなんで、はい、こうですね。で、別府のサンフラワー、ここなんですけどね。ここまで帰ってくるとね、ね、えー。サンフラワーね。 そうですね、別府港、ね、これサンフラワー乗り場あるじゃないですか保存済みですねはい、まあ、こんな感じでね、えー、サンフラワー乗ってで大阪へ戻るということですねでこっから京都まではまあ朝7時に着くんでまあまあ2時間、まあ、これ高速使ってもいいしね、うん、最後はねまあ、疲れのないようにということでねやっていきますとほんでねあとはあの 無線の話もしときますと、えー、ここね、えー、夜7時50分に出て、まあ、この辺で9時ぐらいかな、で10時ぐらいまでね、あのずっとあのマリタイムモーブル無線してます。多分2メーター FM やってると思うんですよね。2メーターか 430FM、こうやってますんで、よかったらね、あの無線聞こえたらね、沸いてくださいと。甲板に出てやってると思うんです。さ寒くはないと思うんでね。 はいでえっと、この道中は、ね、ずっと、ね、2メーターの、ね、メインチャンネルをアッチします。145.00で、ね、もう2メーターずっと効いてますんでね。えー、あと CQ も、ね、出せるところでは出していきます。あのインカムと、ね、i d 5 2のを、ね、Bluetooth でつないであるんで、いつでも、ね、無線できるようにしてありますと。であの夜は、ね、あのホテルの近所から、ね、公園とかから、えー、h f で斜め側をやろうと思ってます。アンテナとリグは持ってきましたと。 可能な限りね、無線ありますんでね、皆さん聞こえたらと。あと、あのね、X と YouTube のね、えー、コミュニティであの告知はしますんで、ぜひ聞いてくださいということで、まあ、多分えっ、ー、と、これホ、えー、とホテル6泊、えっ、ー、と、フェリー2泊で8泊9日なんですよ。で、実際走れるのが7日間。まあ、おそらく2000キロぐらいになると思うんですけどね、また2000キロの大冒険ね。長崎に通れたらいいなで、佐賀県あって、 通れないんですよここ到着佐賀県パスでですすいいいませんとほんととごめんなさいというのがですね、はい、佐賀県だけ通れませんということでねどうもご清聴ありがとうございましたねあのねこのツアーのね安全をね、えー、遵守しながらね進めてまいりますけどねまたねコメント等ございましたので、ね、いろいろ教えてください特にね吸収情報ねお待ちしてますと まあ、あとはねあの、よかったらチャンネル登録、高評価もお願いしたいというふうに思っておりますということでございましたね。長くなりましたけどね、この辺で終わっておきますね。えそれでは皆さんもね、楽しいゴールデンウィークをね、え過ごしてくださいね。え以上、えー、ワッフルことジュリエット、キロ3、オスカー、タンゴ、ホテルえ、ポータブル6ですね。えー、えー、ジクサー150、えー、モービルでございました。